ターゲンタフ、タールマン、オバンバといったユニークなゾンビが数多く登場するのもこの映画の魅力です。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドをひねったパロディとなっていて、コメディ要素もあり、元祖コメディゾンビ映画とも言えます。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画紹介ということで、こちらバタリアンを紹介します。この動画では過去の優れたゾンビ映画に注目し、その作品の見どころや魅力を紹介しています。今回は1980年代のゾンビ映画の代表作で、パロディゾンビ映画の草分け的存在ともいえるこの映画のあらすじやおすすめポイントを紹介し、その魅力を語っていますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに喜んでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。バタリアンは1985年にアメリカで制作されたコメディ要素もあるホラー映画で、監督は SF 映画エイリアンの脚本を務めたダン・オバノン。この映画はダン・オバノンの初監督作品となっています。舞台はアメリカの東部にある田舎町。その町にある医療用品の卸売をしている倉庫に、新人のフレディがベテラン社員のフランクから仕事を教わっている場面から始まります。この医療品倉庫では様々な用具や器具の他にも、本物の骨格標本や実験用の死体なども販売しているんですね。新人のフレディは興味津々です。事務所で伝票整理をしているフランクを横目に、暇を持て余しているフレディはフランクに、一番ゾッとしたことはと尋ねると、フランクはフレディに、ナイト・オブ・ザ・リング・デッドを見たことはあるかと質問し、奇妙な話を始めます。あれは事実を映画化したんだと。そしてそれはピッツバーグの軍事病院でトライオキシン245という薬品が漏れ、遺体安置所に流れて死体が生き返ったという話でした。そしてその薬品を浴びた死体が手違いでこの倉庫に運び込まれ、今でもこの倉庫の地下室に眠っているというフランク。フランクの誘いで恐る恐る地下室へ行くと、本当に死体が入っているというタンクがありました。タンクの蓋を開けると、ガラスで仕切られたタンクの中にはミイラのようなものが入っています。おもむろにタンクをぶったたくフランク。すると突然タンクからガスが漏れて、フレディとフランクはそのガスを浴びてしまうというのが冒頭のあらすじです。この映画の魅力はいくつもありますが、まず一つ目は、今までのゾンビ映画にはないユニークな発想と新しい解釈のゾンビですね。ハーゲンタフ、タールマン、オバンバといったユニークなゾンビが数多く登場するのもこの映画の魅力です。ただこれらのゾンビのネーミングは日本の配給会社がダジャレとノリで取ってつけたものなのですが、2つ目は、冒頭のあらすじでも語られているように、ジョージ・A・ロメロ監督のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの続編を思わせるパロディとして作られている点が挙げられます。この映画のタイトルはバタリアンとなっていますが、これも日本の配給会社が意味もなくノリでつけたであろうタイトルで、英語の現代は Return of the Living Dead となっており、明らかに Night of the Living Dead をなぞっていて、意味は帰ってきた生ける屍というのがいいですね。海外のゾンビ映画にありがちな Of the Dead ではなく Of the Living Dead なのがいいです。映画の内容もいい意味で Night of the Living Dead をひねったパロディとなっていて、コメディ要素もあり、元祖コメディゾンビ映画とも言えます。ロメロ監督のゾンビ映画が好きな人、コメディゾンビ映画が好きな人におすすめできるゾンビ映画です。そしてこの映画の3つ目の魅力は音楽ですね。80年代の軽快なパンクロックとリズミカルなサウンド、一度聴いたら忘れられない BGM が印象的ですね。今まで多くのゾンビ映画を見てきましたが、テーマ曲を口ずさめるゾンビ映画というのは少ないと思います。私の場合、ロメロ監督のゾンビと資料の餌食、そしてこのバタリアンくらいですね。それくらいインパクトのある音楽なので、この映画にはなくてはならない存在ですし、見ていて楽しめます。他にもエイリアンの脚本を手掛けた奇才ダン・オバノン監督の安定感のある演出と斬新なアイデアが盛り込まれたユニークなストーリー、特殊メイクアップの凄さ、衝撃のラストシーンと見どころが満載のゾンビ映画となっておりますので、
まだ見たことがないという方にはぜひお勧めします。それでは本日のまとめです。1985年に制作されたバタリアン、監督はエイリアンの脚本を手掛けたダン・オバノン、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドは実話だったというストーリー、パロディやコメディ要素ありのゾンビ映画、ユニークな発想と斬新な解釈のゾンビと、パンクロック風の一度聞いたら忘れられないサウンドが魅力の、見どころが満載のゾンビ映画となっていますので、興味が湧いたという方は DVD が Amazon で購入可能なのでぜひご覧ください。また動画のコメント欄で動画にしてほしいテーマを募集しています。こんな動画が見てみたいとか、こんなゾンビ映画を紹介してほしいなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録をお願いします。